はい。皆さん、こんにちは。三橋貴明です。実は、現在ですね、高等守る国民連合の会ということで、皆様おなじみの、桂木奈美さん、佐奈美優子さん、そしてさやさんを含む会の皆様が、ジュネーブに行っております。で、ジュネーブになぜ行くのかというと、そこの国連でですね、女子差別撤廃委員会というのが、開かれているからなんです。これはもう完全な言いがかりとしか言いようがないんですが、日本の高等が男系であることが女子差別だと主張する、特に日本人ですね、逆に。それが絶えないと。で、彼ら、彼女たちが国連で活動してるんですよね。いや、逆だから。日本の男系高等が差別云々言うんだったら、男性差別ですわ。なぜなら男性、一般の男性は絶対皇族になれないんだから。女性はなれるでしょ。はい。だからもう話がもう肌から逆なのね。ついでに男系云々が問題だって言うんだったら、じゃあまずお前、バチカン行ってローマ教皇に文句言ってこいよ、と。私はいつも申し上げてるわけでございますね。というわけで、現地に行ってらっしゃるさやさんからですね、緊急で動画を頂戴いたしましたので、ぜひこちらをご覧ください。皆さん、こんにちは。いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。今日、私、さやはですね、スイスのジュネーブにやってまいりました。というのは、こちらの会議長、国連の女子差別撤廃委員会というものが今日開かれるわけですけれども、その中で高等を守る国民連合の会の会長の桂木奈美さんがですね、日本の伝統文化である高等、男系、父系でつないでいく、父方を遡ると神武天皇にたどり着くというこの高等がですね、日本独自の文化であり、そして女子差別とは一切関係のないものであるということを訴えるためにやってまいりましたので、そのサポートをということで、三姉妹の三女、私さやと次女の佐奈美優子さんと3人で今日は参加することになっております。ということで、はい、もう今からもうかなりドキドキしているんですけれども、着物を、ね、着てきたのはちゃんと意味がありまして、実はスピーチの時間自体はですね、長くて35秒ということで、本当に限られた時間の中でのスピーチになります。なので、視覚的にもしっかりと日本の文化を世界に向けて発信していきたいという思いも込めまして、この着物で3人で参加するということになりました。なんとですね、日本からは40団体以上の、ね、さまざまな、ね、スピーチをする団体が参加しているんですけれども、その多くはですね、いわゆる LGBT であったりですとか、ジェンダーレスであったりですとか、そういうことを訴えるために来ている団体だということで、私たちはちょっとこうアウェーな存在ではあるんですけれども、今日はしっかりとね、伝えて、桂木奈美さんが伝えてくれると思います。ということで、引き続き皆さんにもご報告をしていきたいなと思いますので、楽しみにしていてくださいね。ということで、今日はここまでです。この後すぐ始まるんで、中に入りたいと思います。バイバイ。